メトロポリタントロントは1954年から1997年までカナダのオンタリオ州南部トロントの上層に置かれたオンタリオ州の地方行政区画であった。これは後の地域の前身となり軍や地区より強い権限を持っていた。またトロント市との混同を避けるため一般的にメトロやメトロトロントと呼ばれた。トロント市庁舎メトロホールオンタリオ州では 新しい自治体の認可は、州の権限に委ねられている。これゆえに、メトロポリタントロントも、州議会によって、設立、承認され、1953年4月15日に、上層レベルの自治体を創設することが決まった。1954年1月1日より施行され、市制のトロントをはじめとして、タウンシップ制のイーストヨーク、エトビコ、スカボロ、ノースヨーク、 ヨーク、調整のウエストン、ニュートロント、ミミコ、リーサイド、村製のスオンジー、フォーレストヒル、ロングブランチの13の市町村から構成された。スティールドールより北部のエリアは、後の1971年にヨーク地域となるヨーク軍としてメトロポリタントロントには含まれず、そのまま残された。メトロポリタントロント議会は、 トロント市より12の議員と他の都市の代表によって構成された。メトロトロントの旗、メトロポリタン、トロント初代議長のフレデリック・ガーディナーの指導力の元メトロポリタントロントは飛躍的な成長を経験し、地下鉄の拡張整備や複数の高速道路建設などが行われた。高速道路、ガーディナーエクスプレスウェイの名は彼を称いて名付けられたものである。 この成長の結果、1967年に中政府はメトロポリタントロントを再編成することを決め、7つの小さな町と村を選別し合併の対象とした。トロント市を除く残った5つのタウンシップはメトロポリタントロント行政区の姿勢として再施行され、ロングブランチとニュートロント、ミミコはエトビコに、ウエストンはヨークに、リーサイドはイーストヨークに、 スウォンジーとフォーレストヒルはトロントにそれぞれ吸収合併された。1990年代、グレータートロントがより知られるようになって以降、多くの人々はトロント広域の都市部を網羅するために設立されたメトロポリタントロントをもはや関連性のないものとして受け止めるようになり、また一方で住民にとって広域のメトロポリタンよりも地域に関わる事柄に、 関心が高くなっていた。1995年の衆議会選挙で、オンタリオ進歩保守党,党党首マイク・ハリスは、オンタリオ州内の自治体層を減らす政策提案を行い、メトロポリタントロント会消を視野に入れた検証を行うことを選挙公約とした。しかしながら、ハリス政権下は、メトロトロントの6つの都市を合併し、新生トロント市を設立することでより大きな、 コスト抑制ができることを見出し、このコスト抑制プランを最終的に発表することとなった。その結果、トロント市と他の5つの都市は解体され、より大きなメトロ政府は残ることとなる。この発表で世論の反対が起こり、メディアはこの案をメガシティプランと呼んだ。1997年3月、住民投票が行われ6つの都市すべてにおいて3対1乗の比率で、 合併反対多数となった。4月には反対する政党によって衆議会の進行が妨害された。しかし、ハリス政権は安定多数与党で憲法に立場を保持し、すべての反対に対して公然と向かい、議会で新生トロント氏の法令にあたるシティ・オブ・トロント・アクトを通過させた。合併は1998年1月1日に施行され、これにより、 新生トロント市が誕生し、メトロポリタントロントは解体した。1953年の発足で、メトロの本部は、トロントの市街地、67アデレードストリートイーストに置かれた。1964年に、トロントの新市庁舎がオープンし、連なって立つビルの一方は、メトロトロントの事務所、もう一方は、トロント市の事務所となり、二つの議会は、 中央の会議室を共有していた。しかし、委員会の施設と評議会の事務所としては不適切であることが分かり、視聴者の向かいにあたる390ベイス,ストリートへ一部移設された。それでもメトロ議員は視聴者の会議室で会合を継続。1992年にようやく55ジョンストリートに建てられた新しいメトロホールに全ての施設を移転した。 合併評議会は視聴者で会合を開いていたが、視聴者が議会の拡張に合わせて改装する際、メトロホールが会合場所となった。現在もメトロホールは新生トロント市の事務所として使われている。ありがとうございます。